5連勝中のガンバ大阪対3連勝中の横浜 F マリノス、好調チーム同士の一戦です。両チームのイレブンが入ってきました。ガンバのスターティングイレブン、予想フォーメーションでご紹介しています。今日は3バックと見ています。三浦、ファビオ、そして菅沼です。ドイツボランチには遠藤と今野、右にオチェソク、左には藤原、そしてツーシャドウ小野瀬と倉田、ワントップ渡辺一馬、もちろんゴールキーパーは日本代表東口です。さて一方の F マリノスです。こちらはゴールキーパーは飯倉です。そして今日はドゥシャンが戻ってきました。松原、マルチンス、ドゥシャン、そして山中、アンカーに扇原で、その前インサイドハーフに大津と天野、スリートップは中川、ウーゴビエイラ、遠藤です。非常に強力なスリートップ F マリノス。クロスを入れます。後ろからシュート、最後は天野が左足を振っていきました。左足のシュート、小野瀬、小野瀬のシュート、ガンバもファーストシュート放っていきました。小野瀬です。左へ振ります。シュート打つ、遠藤啓太、左サイドからカットインしてシュート打っていきました。遠藤啓太です。運んで天野、そして山中のミドルだ。この位置から積極的に打っていきます。ここは天野クロス、シュート、中川、天野から中川、先制は横浜 F マリノス、0対1。山野選手の最後のパスは本当ノールックでしたから、はい、ガンバのディフェンス陣もまさかここに出てくるっていうね、準備ができていなかった状況でしたよね。キッカーは遠藤です。巻いてきたボール、キーパーにグラス触った、小野瀬クロス入れる、いやヘディングニアで触るなというファンビジョン、悔しがりました。いや今フリーになりましたけどね、触れませんでしたファンビジョン。ちょっとここはチャンスになります。高い位置でボールを奪って渡辺一馬、左足シュート、イクラ、ちょっとシュートに力がありませんでした渡辺一馬。中川、さあ1対1、得意の選手が横に出した、おいいコントロール、いやいいボール、アマロースヘディングシュート、ここはなんとか触った林。選手のパスもセンスでしょうね。篠塚うまく前を向いた、一平篠塚ドリブル、山中追い越します、中央を使った、いい、ね、大津のシュートだ、弾き出しました林。いや強烈でしたね、おっとパスミス、山中からのパスがずれた、ガンバ倉田、アベニューソン、ファンビジョ、ファンビジョシュート、ファンビジョが決めました、1対1同点、ガンバ追いつきました。いや来ましたね、ファンビジョは出場停止を挟んで4試合連続ゴール。ほぼスペースなかったと思ったんですけどもね、篠塚どうするか、切り返しシュート、篠塚のシュートです。カットインから右足を振っていきました。横浜の狙いの一つですよね。倉田から、さあワンタッチアデミルソン、藤原オフサイドありません、中央走り込んでる、小野瀬勝ち越し、2対1ガンバが勝ち越しました。
ります。ここで試合終了。ガンバ大阪6連勝、そして J1 残留を大きく手繰り寄せました。大きな大きな勝ち点3、勝ち点を39に伸ばしましたガンバ大阪です。